西日本豪雨を教訓に水害に備える取り組みです。大雨による浸水被害を防ごうと一時的に雨水をためる田んぼダムの普及が倉敷市で進められています。倉敷市早鷹地区で一面に広がる水田、一見普通の田んぼに見えますが、大雨が降ってそれを越えてきた場合はこの穴を通った排水ということになるので、これで排水量の制御がなされて、用水へ一気に水が出るというようなことがなくなります。田んぼダムという取り組みで小さな穴の開いた石板を差し込むことで排水量を抑えて貯水能力を高めます。こちらは大雨の時の排水量を比較した実験映像です。右側の通常の田んぼは大量の水が流れ出ますが、左側の田んぼダムは排水される水の量が抑えられているのが分かります。この地区ではおよそ40人が 28.3 ヘクタールの水田で田んぼダムの取り組みを行っています。佐藤正則さんもその一人で、4年前の西日本豪雨の際、野菜を育てている農業用ハウスが浸水したことが田んぼダムを始めたきっかけでした。基本的に農家としてそんなに負担になるものでもないし、大勢の人がすればそれだけ面積も広がってくるし、ただその田んぼダムの効果っていうのはどんと上がってくるんじゃないかなと思います。豪雨災害を教訓に取り組みが進む田んぼダム、倉敷市は石板を無償配布するなど支援に乗り出していて、さらに普及させたいとしています。